あら、1週間ぐらいのことでこんな伸びるもんかね。すごいことになってるね。ほん1週間ほど前に来たんだけどね、こんなことになってるか。桜は満開でございます。ああ、綺麗やね。ちょうど満開です。お、カモがいっぱいおるな。どこ行ったカモ。今3羽、4羽、5羽、5羽、6羽か、7、8、9、10、お、10羽からおるのかよ。すごいすごい。もっとおるんかね。今上に飛んで上がったか。喧嘩してる。喧嘩しますよ。ほら、すごい喧嘩や。ほらほらほら。はい、喧嘩やめときなはれ。お、やっとるやっとる。追っかけとるよ。こんな子しとる場合じゃないよね。時間がないね。時間が。やったやった。はい、残念な古墳ですよね。ほら、ここ全然桜見当たらんのかな、ここは。あら、桜なかったね。これが皿池古墳でございます。墳丘ね。前方後円墳でございますけどね。ちょっと形がよくわからんけど。随分調査したけど、わからんだね、形が。ここは桜が満開を持ってきたんやけどね。桜なかったですね。あそこにちょっとあるか。桜がないいうことはもう一箇所行くか。時間ないというのにね。行ってみましょう。近くにね、神明神社古墳があるはずだけどね。あら、桜全く見当たらんかね。反対側は桜いっぱい見えるんだけどね。ほんまに桜見当たらんね。あ、ここね、野外ステージか。あれ、桜は全く見当たりませんけど。あら、イノシシが掘ってますね、これは。イノシシじゃないな、何だろう。なんか掘っとるんやけど。迷うのか。ここや。神明神社古墳、こっちや。あら、桜が一本もないがね。残念。反対側は桜だらけなのにね。これちょっと意外だとね。はい、失礼します。写真でちょっとね。神明神社古墳見てみましょうか。せっかくやからね。ここ桜に埋まっとるか思ってきたら、全然桜ありませんがな。残念でございました。普段いかにぼーっとして回っとるかやな。ぼーっとしてこうなってんのか。
カラスがいっぱいおるね、カラスが。これいつ来ても、いつ来てもこれ分からへんな、これ。ああ、石碑の概要も読まれへんし。これもね、この石室はすごいです、この石組はね。ものすごく綺麗なんでね、葛藤してあるんで。これも王族の墓じゃないかっていうようなことを言う人もいるんだけど。まあ、開いてないやろうけどね。いやー。開いてないけど見れないかね。あ、見れるかね。すごいね、これ。これ一枚もんかね。え、天井石も一枚もんかね。すごいね。横の石は一枚二枚か。天井も一枚かね。ちょっと確認取れんけど。どうだ、天井は。二枚か。それもすごいですよ、これは。いろんなとこ見てるけどね。これはすごいわ、やっぱり。これも、皇族関係じゃないかねっていう人が多いんだけど、どうなんでしょうかね。すごいんですよ。作り方がね。しかしまあ、古墳としてちょっと小ぶりやからどうかな。そこもあるんやけどね。はい、ありがとうございました。神明神社古墳でございました。ああ、桜見に来たんだけど、桜もっと向こうや。ちょっと今日は行けないね。時間がないわ。帰らないと。はい、ありがとうございました。神明神社古墳でございます。桂木市の神明神社古墳でございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。神明神社古墳でございました。はい、ありがとうございました。はい、急ごう。間に合うぞ。